皆さんこんにちは、富士精密の斉藤です。ゆうです。今回は、ダブルナットと U ナットの締め付けの対決を行っていきたいと思います。はい。スタートと同時に、私斉藤が、ダブルナットで施工していきまして、森くんの方がシングルと U ナットの方を施工していって、どれぐらい時間かかるかタイムアタックしていきたいと思います。ではタイムアタックの前に準備をしていきます。ボルトはダブルナットも U ナットもともに予兆が 4.5 ミリ程度出るように揃えています。でダブルナットが、これですね、1種ナットとこの3種ナット、薄いタイプの3種ナットとワッシャー1枚準備させていただきます。で U ナットの方が、U ナット1個とワッシャー、はい、用意しています。でスパナに関してはダブルナット側が2本で U ナット側が1本必要です。はい。なお今回のダブルナットの締め付け方法についてなんですけども、一般的に使われている下に薄い方ですね、こちらの薄い方3種ナットで、上に1種ナット、これ順番で締め込んでいきまして、最後に上ナットを固定して、で下ナットをグッと戻すような羽交い締めの施工で取り付け手順とさせていただきます。では始める前に注意事項を説明します。今回タイムアタックの対決ではありますが、緩み止めが大前提なんで、焦りすぎずきちんとした締め付けをしてください。はいはい。で2つ目に、締め付けが完了したら挙手してください。でその時点でストップウォッチを止めます。じゃあいきます。はい、準備 OK ですか。はい、いきます。よーい。タイムアタックの結果が、U ナットが、17秒95、ダブルナットが30秒18、U ナットの方が早いという結果になりました。では、この締め付けたダブルナットと U ナット、重量比較していきたいと思います。先にダブルナットの方から。190。5g。 で次 U ナットいきます。170g です。ご覧の通り、ダブルナットと U ナットと比較して約 25g 程度軽くなることが分かりました。でこのまま従来通りに、ね、ダブルナット使ってもらうのと U ナット使ってもらうので、ボルトの長さとナット1個分ですね、重さも削減できるということが分かりました。今回はダブルナットと U ナットの、取り付けの比較を行ってきました。結果はご覧の通りで、ダブルナットが約30秒、 U ナットが約18秒で、ダブルナットより U ナットの方が早いというのを分かっていただけたんじゃないでしょうか。ボルトの予兆が同じ状況の場合であれば、シングルの U ナットに変えることによって作業の効率化も図れますし、また重さを比較して、重量削減というのもつなげることができるというのも分かっていただけたのではないでしょうか。今回は以上になります。次回が、今回取り付けたダブルナットと U ナット振動試験を行っていきますので、お楽しみにしてください。ご視聴ありがとうございました。